皆さんこんにちは、どうもピザ娘です。今回はですね、レッドプライドベーデンの幕開物語ですね、のんのについてやっていこうと思います。それでは、ね、早速やっていきましょう。でね、まあこれ動画出すってね言ってたんですけど、結局ゴールデンウィーク最終日になってね、これ撮ってますね。どこ行ったかな。まあ一応ね、全キャラクリア済みでね、出してない動画どんどんね撮っていきたかったんですけど、思ったよりですね、別ゲーにね、やっぱ時間かかっちゃって、それで出してません。申し訳ないですね。これも2、3週間前ぐらいかな、もう追加されたらね、ちょっと、今更感ありますけど。まあ一応ね、幕開動画は全部作るつもりがあるんで、まあね、まだクリアされてない方は、見ていってください。で、攻略対象がですね、18、2かな。の3つになってます。それではね、2幕からいきましょう。で、まあ2幕はね簡単で、まあ、このままね配置してください。で、ノンノと、ラビですね、溜まったらすぐに必殺打ってください。それでいきましょう。ここはねもう本当にもう何も気にせずやって大丈夫ですね。もうここ連打でいい。一応ね、ノンノがね、バフ持ってるんですよね。なんで、早めに打った方がいいですね。で、ここで気絶もらうんで、連打してください。はい、これで間に合いますね。これでイノシシは落として、で、ラビは落とされて、ノンノで輪に殴って、最後倒します。こんな感じですね。はい。まあ、2幕は、とってもね、簡単なんで、こんな感じでね、クリアしてください。まあ、続いてはね、だいぶ飛んでね、ここの2からバーって飛んで、次ね、8幕ね、やっていきましょう。で、8幕なんですけど、お任せをしてもらって、ここでラビに1個下げます。で、ここでのポイントは、ノンノですね。ノンノをウェーブ1すぐね、溜まったら必殺打ってください。で、その後ですね、まあ、コンチータが溜まったらすぐこの後ろにね、打ちます。それがね、ウェーブ2のね、最後らへんかな。で、その後に、まあ、ラビ続けて必殺打って、ウェーブ2かな。で、コンチータがこのイノシシに落とされて、その後1対1になるんですけど、まあ、その後に流したら勝って、まっすぐでに行きましょう。ここはね、もうノンノ連打してて大丈夫ですね。ここで打った後すぐ打ってください。で、もうめんどくさい方は、こうやってノンノずっとタップしとけば、ノンノじゃないな、コンチータずっとタップしとけば大丈夫です。ウェーブ2のね、相手の攻撃が終わったところですね。ここで、打って、ラビ必殺打って後ろ落としていく。で、まあ、ここ最後1対1になって必殺まで溜まるけど、別に打たなくても大丈夫ですね。はい、まあ、こんな感じで、ね、難なくね、クリアできます。まあ、ここもね、配置だけかな、難しいのね。そこさえ分かってしまえば、特にこういうのきつくないですね。まあ、コンチータの、まあ、SP かな、あれが、まあ、前に出してないとね、たまんないっていうのと、ラビー先に必殺打っちゃうと相手の、ね、SP がね、先にたまっちゃうんで、そこでやられちゃうとかね、まあそういう、なんだろうな、失敗がよくあるとは思うんですけど、まあこんな感じでやっていただければと思います。それではね、最後ね、10幕やっていきましょう。で、10章なんですけど、まあお任せ配置してもらって、ノンノとアイリス入れ替えて、で、ここ入れ替えですね、コンチータがね。
で、ノンノは真ん中に持ってきてください。で、ここの動きなんですけど、ウェーブ1でね、ノンノが、SP 溜まったら A すぐ打ってください。で、ウェーブ2で入った瞬間ですね、ラビの SP が溜まるんで必殺打ってこのね、ワンに落とします。で、その後ですね、ノンノとアイリスでこの3番のライオンかな、2回殴った後すぐコンチータのね、必殺打ちます。で、その後ですね、まあ、ラビとコンチータが殴ってここを抜けていきます。で、最後なんですけど、ウェーブ2のね、グリフォンなんですけど、まあノンノ一発殴ってアイリス2回殴れるんで、まあスキル打った後か、まあスキル打つ前にね、まあ奥義溜まってるんで打ってください。そしたらね、もうあとは流れで勝って、まあすでに行きましょう。ここはほんと配置かな。まあラビがね、2回殴られないとね、その最初たまんないんですよね、ウェーブ2の最初で。で、ここでノンノね、すぐ必殺っていきます。で、次ですね、ラウンド2か、ラウンド2に入った瞬間ですね、ここ連打してください。ラビでこいつ落とします。はい、で、次アイリスとノンノが殴ったらコンチータ必殺ですね。1、2でここです。で、あとはこのままオートで流して大丈夫です。はい、で、次、まあここも多分適当ではいいんですけど、まあ一応必殺はね、最後にここ3回目かな、3行動目に必殺打って、相手に必殺打たれてね、ちょっとラビが落ちちゃいます。で、ここノンノね、必殺たまるんで打っときましょう。はい、こんな感じで終わりですね。まあ、ここに結構適当にやっても勝てるんで、あのもう一回ね、あのワッシュみたいなやつに必殺打たれてもね、後ろのんのん耐えるんで、まあベストはさっきの動きですけど、まあ多少ですね、ウェーブにはあの順番ね、前後しても大丈夫になります。ということでですね、まあノンノですね、2、8、10と、3つねクリアしてきました。はい、で、あとまあ完全に個人的なあれなんですけどね、ちょっとギルドメンバーがね、最近まああと2人空いた状態でね、ずっと戦ってるんですけど、まあこれね、見てくれてね、る方でもしそのギルドちょっとね、入ってみたいとかがあれば、いや、あのぜひコメント欄とかにね、書いていただけると幸いです。まあ、前回のね、ギルドランキング、まあ、225位でね、まあ、ギリギリのボーダーのところにいるんですけども、まあね、結構こう自由にやって、まあ凸漏れだったりね、寝落ちのね、あとはもうそもそもちょっと参加してない方がいるんで、ちょっとその方ね、どうかとは思うんですけど、はい、まあそれでもまあ225位にね、入れるね、メンツが結構ね、やる気ある人たちは揃ってるんで、まあなんかこう100位以内とか目指すとかそういうのないんですけど、まあ225位をね、もうちょっとね、楽にキープしていきたいなっていうところで、ちょっとね、もしあのまだギルド入ってなかったりとか、最近プライで始めてね、これから頑張りたいとか、そういう方がいらっしゃいましたらね、ぜひうちのギルドに、来てください。というところでね、今回の動画は以上にしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。